どうも、アルコ&ピースの酒井健太です。アナウンサー、フリーアナウンサーの、矢端美優です。矢端こと矢端美優です。そっか。なれなさすぎる。あれ、まだ書いてあるもん、ここ。原稿は。私も今、って言おうとしちゃって。うん。SBS って言っちゃダメなんだって思ったら。言っちゃダメだね。アナウンサー。一番言っちゃダメ。フリーダムになったぞー！フリーアナウンサー爆誕イェイ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 どう？知的に行こう。軽くなった？え。なんか、荷物、なんか軽くなった？羽生えてるの見える？見える。でしょ？うん。もう飛んでっちゃいそう。フリーアナウンサーか。昨日 SBS を退社しましたー。無事に。で、また静岡来てるっていう。だから別に、あれだよね。その、実像としてはあんま変わってないってことだよね。そうですね。そうだよね。今月はね。うんうんうん。そうだね。そっか。あ、でもね、やっぱありがたいわ。何が？あの、静岡駅から、一歩一歩歩くのを、こう、感謝しながら、踏みしめながら来ました。あら。呉服町とかも今日歩いてみて。まあ、番組もね、あと4回。これ入れて4回か。はい、そうです。うん。そうなったらね、うん、来る機会もまああんまりなくなっちゃうもんね。そうだね。だって愛媛だって前行ったところは行かないでしょ。だって一回も思う、絶対行こうとか思ったりする。思ってた、うん、行かない。でもコロナ来ちゃったすぐ忘れるぜ。山内さんとかも顔あどんな人だっけとかなるよ。中尾くんとかなるよ。すぐなるかな。なるなる。でも確かに前の会社の人の顔は思い出せるけど、あの人なんて名前だったっけっていうの いろいろあるもんね。ほら、うわ悲しいとかさ、絶対戻って、うん、遊びに行こうよとか思ってるけど絶対行かないからね、うん、なんかそんなことないですって。そういうもんだから、そういうもんだから。でも分かんないじゃん、静岡でお仕事あるかもしれないじゃん。そっか、これからフリーだって今日からだから、はい、あの SBS には引かれず、はい、そのまんまギャラ持ってってちょうだいだからね。はい、そうです。フリーダムってことは。テレシズさん、静岡朝日さん、待ってます。待ってるよ、フリーだよ。佐野レイリーちゃんとかと絡みとかも多分面白いよ。ケーミックスさん、ケーミックスも。いやー。楽しい。ね。はい。そうだからチョコナナもそうよ。ドンよ。え？ほんだったら、だって会社員だからさ。はい。言うたら給料の中に2時間の労働時間だったけど、うん、ドン1回の放送ドンすごかったよ。しずぎに行ってたもん、中尾くん。結構下ろしてバーターだったよ、うん、本当ですか。バーターでありがとうございます。2束ぐらいあったよ。すごいね。すごいね、本当に良かったですね。でもね、はい、そうなんです。無事にってことっすもんね。うん、でも、ね、昨日休みだったからさ、うん、もうなんかさーっと退社って感じだった。コロナでね、ご挨拶もできないので。でも難しいね。こう、そうですね、お疲れ様でしたみたいなもん特にないわけでしょ。うん、確かに。内山さんとかから LINE 来ないの？同僚だった。お、牧野さんから。牧野アナウンサーから。お来ました、副部長から。アナウンス部、副部長。はい。へえ。いや、うん。なんか、泣きそうになっちゃった。長文が来て。どんな？ん？なんか、矢端は。ハイドに会えるよって。ここクリックしてって。乗っ取られてますやん。インスタ。何？え、結構。なんか、なんて書いてあったかはちょっと忘れちゃったけど。でも、なんか、矢端は、すごく愛嬌があって、うん、なんか愛嬌の大切さを教えてくれた子だよ、みたいな。いつも明るくって、うん、なんか、うん。場の雰囲気明るくしてくれてありがとうねって。うん、いてくれてよかったよって感じだったから、ね、私も牧野さんが副部長でよかったですって。あら、でももう今さ言ったらもう SBS 辞めたわけじゃん。はい、全部暴露すれば全部。え、大輝は、まあ、あの昔から知り合いですけれども、あんまりいい話ありません。エリカは、エリカはね、あの3回くらいご飯行ったことあるんですけど、うん、連絡先は知ってるけどあんまり知り合いは知りません。ガラシーチャンネル。やめよ、そんなやめよ、そういうの。ガーシーチャンネル見ながらご飯食べる夫婦いる？変わったね。昔は巨人戦だったのにさ、ね、YouTube 見ながらご飯食べるってさ。そうだね。ね。変わりましたね。変わりましたよ、本当に。ね、いっぱいメール来てますよ、なんか。はい。あ、これ行く？
ラジオネーム黒羊。フリーダムアナウンサーになったヤバタンへ、フリーダムの曲を捧げます。グローブ、フリーダム。アンディーズ、フリーダム。フリーダム。アンディーズ、フリーダム、うん。ジャンヌダルク、フリーダム。何これ。アンディーズ、超懐かしいな。トンネルズさんのやつね。フリーダムっていう曲多いんだ。忘れかけてたフリーダム。へぇー。なんかでも顔つき変わったかな、ちょっと。本当ですか、うん、本当にフリーダムって感じ。へぇー、うん。どういうこと？わかんない。ラジオ。ユーラリリコリス。はい。デカアーモンドチョコ届きました。わー、そうだ。届いた時はびっくりしすぎて手が震えました。送料でかなりしたかと思い。はい、申し訳なく思います、うん。本当にありがとうございます。子供たちも大喜びでアーモンドチョコ三昧してます。サインまでいただいてありがとうございます。墓場まで持っていきます。残り数少ない放送噛み締めて砕くように聞きます。ありがとうございます。お体に気をつけて無理しないように放送頑張ってください。リスナープレゼントのね、明治さんからいただいたアーモンドチョコレート、100個。100個だよ。届いたんだ。よかったね。すごいね。みんな喜んでくれてよかった。子供がいっぱいいてよかったね。そうそうそう、ね。見たけど写真。はい、うん。送ってきてくれましたもんね。そうそうそう。よかった。幸せそうだった。本当だわ。あ、ラジオネーム、さきちゃん。さきちゃんじゃん。先週の木曜日に車の免許を取りました。家庭研修期間の2月に通って1ヶ月もかからずに取りました。はい。国王夫妻が静岡においでの際、運転手を務めさせていただけるくらい運転上手になっておくんでよろしくお願いします。あー、そっか、高校3年生かな。そっか、今日はあれですね、高校生の多くが卒業式を迎えて、おめでとうございます。皆さん、高校生あんま聞いてないでしょ多分。めっちゃ言うよ多分だけど。確かに、でもほら全国でしょ。そっか、はー、すごいね。そう、もうこんな時期なんだね。ほら、こう考えたらさ、さきちゃん1年生の時から聞いてるってことでしょ。そうだ。あ、そうか。すごくないそれ。ありがたいね。うん。ね。3年ってそういう月日だもん。大変だったね。今の高校生。本当だよ。コロナになってさ、この前話してたよね。同級生の顔あんまり知らないで卒業するんじゃないって。ね。マスクとかもしてるしさ、あると思うよ、それ。ね。うん。ご飯食べるくらいの時しか外さないもんね。こんな顔だったんだとかあるかもね。成人式でね。しかし、あるかもしれない。すごいね。はい。まあまあ、こんないろいろありますけれども。はい。また、私事ではございますけど、4月から SBS ラジオ新番組始まります。新番組！はい。言っていい？タイトル。何何？聞かせてください。日曜を暇するあなたに送るぬんぬんぬん！はい、ダサーイ！ダサーイ！ぬんぬんぬんって来たよ。ぬんぬんぬんですか？毎週日曜、昼12時から午後2時まで。はい。お昼の放送になるわけですね。うん、SBS ラジオで。ね。今まで火曜日のね、この夜7時からでしたけど。うん、12時から2時だって。ケンちゃん。お昼の顔できる？ね。どういう内容になるんですか、これは。だからもう。こういう感じじゃないってこと？こういう感じじゃなくなるよね。お昼だからやっぱ多少ちょっとさ、爽やかじゃない？ Good afternoon, everyone! みたいな。そうじゃん。こんにちは、こんにちはでしょ、だって。こんばんはじゃないし。そもそも。こんにちは、坂井健太です、うん。皆さん日曜の午後どう過ごしてますか？から始まる。みたいな。うん、信じられない。フリートのために家庭菜園とかしようかな。なんかね。フリート、うん、フリートーク、ラジオネームもんやし。今日発表された日曜暇するあなたに送るぬんぬんぬん。はい。この番組はチョコナナの後継番組的な扱いの番組ってことでいいんですか？私、恥ずかしながらお昼の番組にメールを送ったことがないのですが、うん、この番組と変わらないスタンスで大丈夫ですか？おちんちんはセーフですか？これね、やってみてだよな。あと、その、誰とやるか。あ、そうですよね。っていうと、まだ未定だから。パーソナリティは、アルコ&ピース、坂井健太さんを含めた3人って。まだ言えないからね、他2人は、4月になってからのお楽しみって書いてあります。誰なんだろうね。どうする？相田と麻生だったら。
三四郎の相田さんとか。ラジオネーム、悔しいボコロリ。国王やばたん、こんばんは。今日も春休みで、ボケーとツイッターを見ていたら、ふとこんな情報が、はい、SBS ラジオ新番組始まります。日曜暇するあなたに送る、ぬんぬんぬん。うん。パーソナリティ、酒井健太。おい、SBS! リスナーが考えた来週の日記パクってんじゃねえ。楽しみにしてんぞ。確かに、ザ・ムーンみたいな感じだし。ね。おぬんぬんぬんか。ぬんぬんぬんだよ。すんげえ。あれだって、評判悪いって。あのこのタイトル？あの大人たちには。だって、ダサいもん。そこがでも良くないですか？だってさ、このタイトルとかってもう、後々、はい、そうなんか定着するもんだから。チョコナナだってさ、最初聞いた時、ね、なんだそれってな、みんな言ってたもんだって。ね、え、チョコレートナナナナイト？な、言いづれえなって言ってたら。バカにされてたもんね。あっちゅう間にだってね、うん、みんな言うような、チョコナナって言うようになったし。はい。それはもう中岡に任せるしかない。ラジオネーム、ヨンタマランタロ、ココヤバタン、こんばんは。本日、静岡と SBS を揺るがすビッグニュースが入ってきましたね。火曜19時の顔、国王、酒井健太が日曜12時への FA 移籍。そして発表になった番組名が、日曜暇するあなたに送るヌンヌンヌン。うん。いや、ヌンヌンヌンって何？ハッシュタグヌヌヌって何？マジで一瞬フェイクニュースかと思いました。とはいえ、大好きな酒井さんの番組が4月から SBS で聞けるということで一安心。はい。日曜昼ということで、野球の試合で外野を守りながらメールを送る日々になりそうです。そっか。生活がもうガラッと変わるわけだよ。だからもう草野球してるやつもいるし、聞いてくれる層もガラッと変わるんじゃないですか。マジかよ。そうだよ、主婦とか聞いてるから。ちゃんとそうだよね。日曜の昼ってどういう人聞くんだろうね、はい、まあどうなんだろう、どうだろう。日曜日のお昼どういう人が多いんですか。でもうちのおじいちゃんの庭いじりながらラジオずっとかけてたりとかね。ああそうですね。まあそれこそ家事しながらとかも、家事しながら、こいつらついてこれんのかな、四玉とかさ。この辺のやつら、チェンコンさんとかみんな。確かにみんなが頼りだから。みんなが頼りなんだから。ラジオネーム、極上の鰹節。ヌンヌンヌーンの開始が嬉しくて、はい、家の床をのたうち回って喜んでいると、母ちゃんに見られ、キモ、虫みたいと言われました。ヌンヌンヌーン楽しみです。やったー。ラジオネーム、声打ちの気持ち。静岡のここを改め、ヌンヌンヌーン事務局長、酒井さん、こんばんは。コーナーメール、今日のアフターヌーン、何するのですか。本日は、家族と電話しながら昼ご飯を食べました。静岡と岡山、距離は離れていますが、心は近くにあるんだなと実感しましたね。うん、さあ、今日も元気に、ぬぬぬぬーん。だから、こういうことよ。そう、こういうテーマとかでやってるのね。こういう感じでしょ。事務局長でやる？国王、でも国王はこの、あれだもんね。チョコナナの呼び方だったから。確かに。それも変えたりしなきゃいけないんだ。継続してくれないの？事務局長じゃない。事務局長ヌヌヌヌ。ちょっとなんか、下がってないヌヌヌヌ。国王から事務局長って結構下がってるけど。大丈夫そう。ラジオネーム、スナクジラ。国王新番組おめでとうございます。はい、4月以降も国王の声が聞けるのめっちゃ最高。そして何より嬉しいのは、お笑いナタリーがいち早く記事にしてくれたこと。うん、おい、お笑いナタリー。いや、お笑いナタリー様。今まで生言って参戦した。一生ついていくんで、これからもよろっす。うちらとお笑いナタリーさん。おわなたさんは、まぶっつーことで、頼んます。そうか、そうか、もう早く記事にしてくれたんですね。ね。どんな感じになるのかな？よかったね。ね。うん。うん。私も聞くよ。日曜。うん。あら。聞きます。そうだよね。まあ、これはこれでやりつつ、でも、ね。うん。チョコ7の、まあ、イベントとかもなかった分はさ、どっかで取り返さないと。何回も言うけど。アンジェラーキー歌いたいよ。手紙歌いたいもんね。手紙歌いたいからね。まあまあ、まあいろいろとね、4月からまあ卒業する人、はい、入学する人もいたり、番組が始まったり、ヤバタンみたいにフリーになったりとか、いろいろね、本当にガラッとね、変わる人いっぱいいるからね。私も今日 YouTube 始めたんで、あ、そうだそうだそうだ。ください。イェーイ！ヤバタンっていうチャンネル名にしました。ヤバタン？うん、ひらがなでヤバタン。おー、で、やれば出てくるんだ。はい。へー。そう、SBS がヤバチューブくれなかったとかじゃなくて、うん、もう自分で考えて、新しく始めようと思って、新規一点。まだ全然前と違ったやつ。まあオリジナル動画だけになりますけど。自分で撮って編集したりしてるもんね、なんか、ね。はい。ほら、それもまた新たに。はい。
い。うん。そうです。生配信しようよ、だからそれ。え、したいね。うん、1000人以上行ったらできるんだっけ？なんか、エリニアンとかの話聞いて、さっき聞いたよね。あの、6時に1本目の動画アップして。うん。はい。見てください、ぜひ。チャンネル登録お願いします。当てた。やってみたから、ね。概要欄にあります。皆さん、ぜひチェックしてみてください。それではタイトルコール行きましょう。はい。まだ帰りたくない大人たちへ。チョコレート77ナイト。ララ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 ラ。改めまして、こんばんは。アルコ&ピースの坂井健太です。フリーアナウンサーのヤバタンこと矢端美優です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。3月入りましたね。ね、ちょっと暖かくなってきたね。あ、ほんとだ。3月になって、昨日、うん、今日と。でもさ、今日午前中晴れてたけど、午後急に降り出して。ね。うん。静岡駅着いてね、傘買ったらね、止まっちゃったの。いい、ぬんぬんぬんのフリートークすんなよ。天気から入ってふわふわっとぬんぬんぬん今練習してんだから、今ちょっと何ぬぬぬの練習って何、音の練習させてもらってます。さあ、この番組は火曜日の夜7時から9時までの2時間、静岡市駿河区トロにあります SBS ラジオのスタジオから2時間生放送でお送りしております。スイートでビターな大人のためのナイトプログラム、あなたを切な夜にお連れいたします。これから2時間どんなコーナーがあるかお伝えしておきましょう。まずは夜の生中継があります。今日は2週連続元仮面女子神谷エリナさん、うん、エリニャンが静岡の夜の街から中継してくれます。そしてヤバいゲストのコーナーは、皆さんお待ちかねかな、写生堂を携えしラストサムライ浜松精霊病院の今井先生が登場してくれます。今井先生なんと4回目、うん、ものかな、4回目かな、はい、すごいよ、すごいね、はい、毎回楽しいお話、お祝いもいただいちゃって、あ、ね、ね、お酒とかね、とチョコレートとか、ありがとうございます、ありがとうございます。お祝いでさ、今外雨降ってたからさ、はい、あのビニールでさ紙袋を包んでくれててさ、うん、一回その紙、あのビニール袋外して、はい、お酒こんなんですって、ぜひ飲んでくださいって、うん、ありがとうございますって言って、うん、もう一回このまま持っててくださいって言ってビニール袋をかぶせようとしてる姿がもう、うん、普通にヒニングつけてるみたいな。壁の方に優しい、優しくな。一回スリスリこう入りやすいようにお酒飲みんな。何を言うてんですか。さあ、8時半頃からはネタコーナー、集いネタ職人、来週の日記、来週の日記書いて送ってください。そして番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。本日のテーマは、〇〇を卒業する皆さんに私からこの言葉を送りますです。うん、卒業シーズン、あなたの言葉を後世に語り継ぎましょう。すべてのメッセージはメールかツイッターでお願いします。メールアドレスはchoco@djsbs.com、 choco@digisbs.com、 ツイッターのアカウントは sbs_choco です。お送りくださった方の中から毎週お一人に、つけると急にモテ出すかもしれない恋の美薬、魔法のフェロモン香水ローズムスクの香りをプレゼントします。この香水は調香師太田夏樹プロデュース、夏樹太田ジャパンの 100% 天然アロマ香水で、ローズとムスクがセクシャルに匂い立ち、自分と相手を特別な夜へと誘う香りです。ぜひ皆さんゲットしてください。はい、メール行きましょう。ラジオネーム東北自動車道。僕はお昼のラジオもよく聞きますが、うん、お昼のラジオは全体的にのんびりゆったりほのぼのとした雰囲気です。なのでチョコナナみたいに急に叫んだり、過激なワード言ったりしない方がいいと思います。真面目なアドバイスいただきました。そうなの、ダーッとこっちゃダメだよ。とこっちゃダメだよ。なんで SBS もさ、お昼にさしたんだろうね。この坂井健太のこの番組を、ね、競輪中継とかやる。え、競輪ってでも日曜日やってるよね、多分。あ、静岡のすぐそこじゃん。そっかそっかそっか、競馬とかやるやつあるじゃん。たまにはそういう情報も入れてく。情報も、いや、情報でしょやっぱり。情報、日曜は情報じゃんね。え、なんか楽しみだな。そうだね、うん、また幅が広がるね。本当だわ、うん、
飲みに行ったみたいな話よりも全然違うもんね、多分ね。そうですね。私もお昼の番組やったことないからどんな感じなんだろう。あ、本当わかんないな。ラジオネームアルミカン。日曜の昼と聞いて頭をよぎったのはラーメン屋です。はい、ラーメン屋。あ、確かに。おそらく日曜の昼は静岡中のラーメン屋で酒井さんの声が響き渡ることになると思います。確かにラーメン屋ラジオ流れてる。あ、イケメンでも流してくれるかな。あ、そうだね。本当だわ。確かにそうだね。ああ、確かに食事するところ多いかもしれない。そっか、ラジオ流してるとこ、ガソリンスタンドとかね。そうだね。ああ、うん、確かに確かに。おー、なんかターゲットが絞れてきたな。意外とやっぱのんびりしてる感じなのか。うん、ラジオネーム横綱の旦那。僕は今日のお昼お紅茶を飲みながらおフィンフィンをおこそこそしてました。皆さんはどんなお昼を過ごしですか。フィンフィン、昼ってこんな感じですか。まあそうだね、これはもうヌヌヌはやってるね。うん、確かにフィンフィンだったらセーフかもしれない。フィンフィン、うん、フィンフィン。皆さん今日フィンフィンどうなってますでしょうか。それでは1曲目っていくよ。スピッツでなんて行くからね、本当に空も飛べるはずなんて言っちゃうから。爽やかな曲でスポンって曲いきましょう。素晴らしい。はい、今日は桑田佳祐で、いいね、明日晴れるかな。いいね。熱い涙や恋の叫びも輝ける日はどこへ消えたの。明日もあてなき道をさまようならこれ以上元には戻れない。耳を澄ませば心の声は僕に何を語りかけるだろう。今迷われた街の片隅にてあの頃の空を思うたびに神よりたまえし孤独やトラブル泣きたい時は泣きなよ。これが定めでしょうか、諦めようか。季節は巡る魔法のように Oh babyで情もない嘆くよ。 The free 世の中のセンスだけ Oh baby, oh baby 愛なくて楽はない。幸せの feeling 抱きしめて One more time。ありし日の己を愛するために思い出は美しくあるのさ。遠い過去よりまだ見ぬ人生は夢一つ叶えるためにある。奇跡のドアを開けるのは誰？誇れるよもう一度だけ。君は気づくでしょうか？その鍵はもう君の手のひらの上に。 Why babyして損もない見てみないの free その身を守るため Oh baby, oh maybe もう少し不祥事ない口消そう。
じゃない誰もが一人一人胸の中でそっと囁いているよ明日晴れるかな遥か空の下お送りしたのは桑田佳祐で明日晴れるかなでした。 SBS ラジオチョコレート77ナイト AM1404 熱海富士宮 AM1557 FM は静岡 93.9 浜松 94.7 三島下田 90.1 メガヘルツ。ラジオアプリラジコでも聞けちゃうよ。さあハッシュタグチョコナナでツイート開始。この番組は真心教習早くて安い静岡県西部自動車学校エステー消臭力焼きビーフンの県民食品立案 STC イケメンストアーズの提供でお送りします。私は今浜松市西区の静岡県西部自動車学校に来ています。いやー敷地面積が広いですね。直線コースも長いですね。何やってんだ おじさん。免許を取るなら静岡県西部自動車学校、みんな気軽に遊びに来てくれよな。はい水野先輩。ねえパパ、パン作ったことある？あるよ。パン作ったことじゃなくてパン作ったことあんの？あるよ。え？あるの？ああるよ。え？虫ならパンツも当然食べます。匂いがつかない無臭だ。健やかなる日もやめる日も県民の焼きビーフン。お誕生日も辛い日も県民の焼きビーフン。あなたがいれば焼きビーフン。私がいれば焼きビーフン。みんな一緒に焼きビーフン。わー、毎日食べるとちょっと飽きる。立案 STC プレゼンツ〇〇のみんなおいでよ掛川居酒屋物語。3月のゲストメインパーソナリティはこの方。愛席サート山添です。案内人の山田モンドさん、ユノシーさんと掛川の居酒屋さんでぶっちゃけすぎちゃってます。先に謝っときます。すいません。放送は毎週土曜午後5時15分から。こだわりの濃厚豚骨か、ガツンとピリ辛台湾混ぜそばか、ラーメン好きはここに集え。静岡の男前ラーメン、イケメン。お店のデジタル化でお悩みの皆さん、ストアーズでネットショップを開設してみませんか？難しい知識がなくても無料で簡単に始められます。チョコナナ公式グッズを販売しているチョコナナストアもストアーズで作りました。ぜひご覧ください。ストアーズには他にもキャッシュレス決済や予約管理システムなど複数のサービスがあり、お店のデジタル化を支援してくれます。困ったことがあれば電話で相談できるので、ネットが苦手な方も安心。詳しくはストアーズで検索。 AM も FM も SBS ラジオです。まだ帰りたくない大人たちへ。まだ帰りたくない大人たちへ。チョコレートナナナナイト。夜の生中継、エリナのお願い合いだって。静岡ダービーも終わって、あ、そうです ね、週末にありましたね、うん、エスパ対ジュビラー。エスパですが、はい、うん、2対1だっけな。2対1 1-0、うん、2対1です。多分そうですね、はい、勝って無事に。なんかね、静岡中盛り上がったみたいで、結構なんか楽しそうだった ね。会場に行ってた紀藤さんとか片山くんとかね、結構、うん、みんなすごい楽しそうだったよね。 SNS 投稿見てて、うん、いいね、いいね、はい、確かに
で盛り上がってますけれども、はい、さあこの番組チョコレート77ナイト静岡の夜の街を盛り上げたいというミッションを背負ってます、うん、夜の中継隊が静岡の街に出かけております。はい、今日はエリニャンです。エリニャン、はい、こんばんは。こんばんは。雨は、ね、雨はちょっとさっき止んでたんですけれど、ちょっと止んでたんですけど、またパラパラ降ってきてる雰囲気ですかね。なんか降ったり止んだりみたいな感じはありますね。でもまあこの後止みそうな感じでは天気予報言ってたんで。あれ今日どこにいるの、エリニャン。今日ですね、静岡駅の北口の方にやってきまして、静北です。静北にはいるんですけれど、なんと今日3月1日は卒業式、うん、高校生の卒業式らしくて、ね、まあ、ちらほら卒業式終わったのかなっていう花束とか持ってる学生さんもいらっしゃるんですけれど、今日昼間ね、あの在来線の、うん、なんで改札口前っていうんですかね、うんうん、のところに、あそこ、ね、黒板アートならぬホワイトボードアートがありまして、すごいんですよ、絵が、卒業式、卒業おめでとうって書かれた卒業アルバムの絵が描かれてるっていうんですかね、あの学生さんが卒業アルバムを膝の上で開いてる、あら、イラストが描かれてて、メッセージがまたなんかこうグッとくるものが多くて、なんか一つ、夢に向ってまっすぐ進んでいってください、応援しています、とか、進んだレールの先には光があるとか、すべてはつながっている、一秒一秒大切に、電車だよ、あ、これもいいですね、こだまのようにゆっくりでいいですよ、頑張って、なるほど、いいね、光を目指して、光を目指して、望みをつなごうってことね。そういうことだよ。そうですね、いろいろね、JR 線にかけてますけれども、時にはなんて言っちゃうからね、俺だったら北陸新幹線とかの時、ね、時には、ね、浅間のように、谷川ありがマックス谷川もう、ね、ただ繋げてるだけのように感じますけれど。すごい、それ社員さんが書いてるんだよね、エリニャ。社員さんが、そうですね、メッセージ多分一人一人書いてくださって、毎年書いてくれるんだ、それ黒板、そうみたいです、そう、黒板アートで、まあ、イラストもすごいんですけど、メッセージもね、すごい素敵で、あの、皆様が選んだレールを陰ながら私たちも応援しています、静岡駅一路ということで書いてあります。素晴らしい、はい、すごい素敵です。でしかもあのそれは在来線の改札から出たところの、うん、もうドーンって目の前にあるんですけれど、うん、その裏側、うん、っていうんですかね、黒板の裏側の方にもアートが書いてあって、そこはまた桜、レールが真ん中に書いてありまして、その周りに桜の木がバーッと桜咲いてる感じなんですけれど、なんとこちらはですね、多分卒業生か、まあ、いろんな方が多分書いてもいいようなメッセージカードみたいなのがありまして、それでどんどん桜を作っていく感じになってます。花びらのねメッセージカードみたいになってて、素敵なことするね、ねえ、すごい粋なことだなと思って、ね、私が高校生だったら泣いてますこれ、はあ、確かに。すごいグッとくるなと思って、だってみんな3年間通ったんだよ、そうだよ、そうですよ、最後の日に見るんだよ、そうだね、なんかそこまで感じれるかな、感じられるよ、感じられるか、泣いちゃいますよこれは、 JR の人ありがとうと思うかな。思うか、まあまあ JR の人ありがとうっていうか、まあ、その卒業っていうことにすごいグッとくるかなと思って、はあ、誰か素敵なお弁当の、はい、空のお弁当にお母さん3年間ありがとうって書いたやついるかな、あ、それは素敵だよね、あれが一番素敵、世の中で本当に一番素敵なんだから。大変ですからね、お弁当毎日毎日作るのは、ね、当たり前だと思ってるからね、この3年か3月1日のこの卒業式ぐらいにならないとさ、そうだね、分かんない、あんな大変なことしてたんだお母さんと思うからね、本当に私は今思いますもん、ね、12年ぐらい経った今思います、みんなで今日電話しよっか、お弁当ありがとうって、うん、あの時作ってくれて、毎日作ってくれてありがとうって、今さ今日普通母の日とかじゃないですか。いいですね、はい、そっか、え、今日はエリニャそこから移動する、まあ、移動できたらいいかなと、まあ、どっちかって言ったら卒業生とかちょっと声かけれたらいいと思ってるんで、いい、ね、うん、まあ、見かけれたら、この時間ちょっとなかなかみんな帰宅してるかもしれないですけど、そうだね、もし見つけれたら、ちょっとじゃあお願いします、はい、気をつけていただきます、はい、
最悪今日も開幕だから、この全員にも胸焼けも結構で、君はなるべく気にしないふり、もどかしい気持ちがさらに愚かしい、変わりたくてしょうがない、変わりたいがそうじゃない、やけになればなるほどに動けない、この心しばらく去り渡るの目、やだよやだよこんなの嫌だよ、待って待って僕を置いてかないで、おかしくなっちゃうよ、僕らは帰りたくない大人たちへ、チョコレートナナナナイト、ナナナナイト、さあここからは個性的な住人が登場するヤバいゲストのコーナー、今夜はチョコナナ通算4度目の登場となりますキモメンちゃんの永遠の師匠、武士の誇り高き魂を説いた武士道ならぬ男子の誇り高き成功道を説いた射精道を追い求めし男、聖霊浜松病院リプロダクションセンター長今井新先生です。今井先生お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。先生来ましたよ、この声ですよ、とうとう優しい、これはすごいよお元気でしたか。お元気です。あらよかった、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。すいません、お祝いもいただいちゃって、ね、ご会におめでとうございます。いやいや本当に先生のおかげ、先生のおかげですよ、うん、本当に、はい、いろいろ教えていただいたんでね、ドクドクって感じですからね、ねえじゃないよねはい、じゃあ私から簡単に今井先生について紹介させていただきます。今井新先生は浜松市にある総合病院聖霊浜松病院で不妊治療や性機能、癌性食などに関する分野を扱うリプロダクションセンターのセンター長というとっても偉い方です。性に関する講演会やセミナーも積極的に開催していまして、青少年期から老年期までの本当に正しい性知識の普及に尽力されています、うん、そんな今井先生が6年ほど前から提唱しているのが、ご自身が作成した10を超える教えからなる射精道、思春期編ですね、うん、現在は新たに青年期編、妊活編、中高年編、うん、射精障害克服編と新たな教えが加わり、春から夏頃には開発の意図や経緯を含めて書籍化も予定されています、うん、本当に真摯に正しい性知識の普及に取り組む人物、それが今夜のゲスト今井新先生です。今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生、あの録音会になっちゃうんですけど、はい、2週間前くらいに、はいはい、やっぱ先生の回の、あ、聞きましたか。そう、反響が大きくてもう一回聞きたいって、あの横綱の旦那さんでしたっけ。すごいなすごい覚えて、先生から横綱の旦那って言葉が出るとは、はい、結構聞いてくれてるっていう話ですよね先生ね。もうバリバリキモメンです。嘘、嬉しいですありがとうございますすごいね、へえ。そっかそっか。え、先生の元にキモメンちゃん来たりしました。あ、どうなんですか。いやそれは全然言わないか、わかんないですけど。そっかそっか、そっか、ラジオだもん。声かけられたりとかってないですよね。さすがにないです。ないか。ないすごいね。え、ツイッターとか SNS って先生やられてるんですか。いや、インスタグラムじゃない。僕コンタクトできないの先生。そっか。みんな聞きたいことあったら、もし治療しに行かないと。今日なんかは特にね、メールとかくれれば。はい、あ、そうです ね、うん、ね。悩んでる方いたらぜひメールください。うんうん、じゃあ改めて、あの今井先生が考案した射精道がどんなものか。紹介してくださいますか。そうですね、改めていきましょう。あの射精道っていうのは、あの開発の経緯からいきますと、はい、まあ、あのペニスを持って生まれた男子が、はい、射精を伴う性生活を送る上で守るべき道を意味しているということです。そういうことだ、ね、一言で言えば、はい、男子性行動の規定、すなわち陰茎を持って生まれ性生活に陰茎を使うものに伴う行動規範として、うん、まあ陰茎を持つ性としてアイデンティティを確立して、うん、陰茎を使った性行動時における基本的理念を共有する目的で考案しています。難しいこと言いますけど、世の中の半分くらいの方が男性はね、はい、ペニちゃんみんな持ってるから、ペニコちゃんをみんな大事にしてないいや、そうですよね。そうですね。ということですよね。あの、はい、ショック、あの、人間の三大欲求というのが、はい、まあ、
食欲と睡眠欲と性欲とあるんですけど、はいはい、食欲と睡眠に関しては結構みんな情報を持ってるじゃないですか。確かに、あのこうしたらいいとかああしたらいいっていうのがちゃんとあるんですけど、性に関してそういうなんかないですよね。ない。もう何を基準にしていいのかも分かんないし、だって知り合いのお兄ちゃんから聞いたとかいうのが普通じゃない、大体なんかいろんなことを、で、はい、そういう人がいればいいんですけど、うん、そういう人に出会わないまま大きくなってしまったら、もう一体 どこで勉強すればいいんだっていうことに、ペニッコちゃんって何なのってなるよ。いやいや、なるってそれ分かんないね、うん、そうですよね、うん、え、でもなんでこの今のタイミングで写生堂作ろうと思ったんですか。あ、もうずっとあの僕が医師になってから、はい、あの一番最初にあの出会った、うん、セックスができなくて、あの子供が欲しいんだけどセックスができませんって言って病院に来た人がいたんです、はい、カップルがいて、はい、で その人たちに本当に何も知らなくて、もうその人にたちにこういろんなことを、はい、性教育をその外来で教えて1年半ぐらいしたけど全然できなかったんですよね。でそういうことがあって、いやこれではいけないっていうことがずっとあって、で似たような人がどんどん来るんですけど、あの大体同じとこでつまずいてるんですよね。なので同じとこでつまずくところをこうまとめていったのが、まあ、最初の思春期編っていうところで、こうした方がいいよ、こうしたら写生がうまくできるよっていうようなことを、まあ、箇条書きにしていったら、はい、なんとなくそんな感じになって、で、まあ、せっかくだからなんかその掟っぽくしたいなと思って、で本当は武士道っていうのがあるんですけど、はい、武士道になぞらえて写生道っていうのをしたら、なんか学校の先生とかにもキャッチーかな、年配の先生とかにも受けるんじゃないかと思って、まあ写生堂っていう名前をつけたっていう。へえ、そういう人に対して具体的にどういう教え方とかするんですか。なのでまあ教え方っていうよりもその写生堂の項目見て、まあ自分で、まあ基本的には自分でこれを見て、あの自分なりの解釈をしてやってほしいっていうので作ったんですけど、まああれじゃないですか、男の男性って割となんか人に言われるとなんかこう、はい、いいよいいよなんか嫌な感じで、自分でこう、うん、あのやった方が、はい、人に言われてやるよりも自分でやるって方がなんとなく入りやすいかなっていうことで、はい、まあそういうので、まあ男子もこれを読んで自分で勉強して自分なりに解釈してっていう感じでなるといいかなっていう。女の子でもそうだよね、性の教育って、まあ、あるけどさ、でも学校で習うくらいですもんね。そうね、学校でもそんなね、保健の授業の時にちょっとやるくらい、ね、またあれとはなんていうの、まあ、それはそれで急に実践だもん ね、 多分ね、普通の実践というか、どっちかというと女性はあの月経のことを、うん、あのどう処理するかっていうところがメインになるんですけど、まあそれ男性の場合はまあ射精ということになるかな。まあ射精もうほとんど毎日射精のことを考えてるじゃないですか、中学生なんて、はいはいはい、中高生って。確かにそれをやっぱさ教えてくれなかったんです。確かに射精については習わなかったね。ね、このペニンコちゃんもね模型があってなかったよ、そんなの。ないね。ないよ。これ実際にその今井先生が作った写生堂って教育の現場で使われだしたりとかってしてるんですか。それあのいろんな人に、まあはい、性教育のやってる先生とかいろんな人にも使っていいよってやってるので、でなんかいろんな学校とかで、まあ、なんかねあの九州の方の男子校とかで使ったよっていう先生から あれしたり。いや、すごいいいと思う。大切なことだと思う。大切なことだと思うし、なんていうの、なんかさ変に真面目に聞くのもいいけど、うん、なんかちょっとみんなで男子校とかだったらさ、先生もなんかちょっと笑いながらなんかちょっとダダンとかみたいなやったらさ一番頭に入ってくるんだろ、そんなの。本当だね、うん、え、そう笑うけど本気で聞く、一番頭に残るから大人になるまで。そうだね、うん、へえ。わりかしだから先生とかもなんか最初ふざけてるのかなって思われるんですけど、はい、まあ大事なことだねって言ってもらえるんで、うんうん、まあ多分
いいのかなと思います。確かに、うん、全国に広まっていけばいいね。うん、本当だわ。で、あの今井先生最初来た時は思春期編を教えてくださいましたけど、はい、今青年期編とか妊活編、まあ、中高年編とかいろいろ出てますね、うん、一応なんか作って、あの全ての年代の男性に、はい、が迷ってる人いっぱいいるので、うん、まあ、そういう人たちのためになんかこう守るべき、はあ、まあ、なんとなくこう起きてじゃないですけど、はいはいはい、やっぱこう性のことがちゃんとしてないと、やっぱりこうね、無茶したりなんかの人としてあるまじき行為を取ったりっていうこともあるんで、うんうん、はい、そういう道徳的なところも含めて、まあなんか掟を作ってたらいいのかなっていうことで作らせてもらいます。これどんどん増えていった感じなんですか？あのやっぱどの年代も性のことに悩んでるんですよ、はい、まあ、泌尿器科に男性来る、いっぱい来るんですけど、うん、もうどの老若どっちの人も本当に悩ん、性のことで悩んでるんで、まあ、そこでやっぱりあのなんかこうしたら守るべきことをやって、 これやっとけばいいよっていうようなことがエッセンスがあればいいかなって、うんうん、なるほどね。すごい幅広いもんね。ね、青年期、妊活、中高年、射精障害克服編。はあ、すごい増えてますね本当に、いろいろね、うん、今日ここにあるのが青年期編、はい、多分キモメンちゃんたち青年期が多いかなって。そうだね、確かに思うんですよね、はい、すごい。え、これ今日教えてくれるんですか？ちょっとじゃあ発表していきます、いいですか？あ、いいですか先生じゃあちょっと恥ずかしいですか？いや大丈夫です勉強して。1、和感を持って尊しとなす。2、男女の性器の構造と性反応を熟知すべし。なるほど。3、知識は経験を補うと心得よ。なるほど。4、コンドームは常備携帯せよ。大事だ。5、コンドームの使用法を熟知すべし、うん、6、アダルト動画はファンタジーにて教科書とするべからず。絶対ダメだぞこれ、わかる。7、気心が許し合える間柄になってからセックスを行うのが望ましい。8、前儀に重点を置くべし。絶対。9、相手を思いやりいつでも中断できるゆとりを持つべし。10、やとやんは全く別物にて対応に注意せよ。10気になるな、10がすごい。11、セックスは十人十色、試行錯誤を喜びとせよ。なるほど。十二、相手のオルガズムを喜びとせよ。うん。十三、余韻を大事にすべし。十四、セックスをするときは毎回相手の同意が必要と心得よ。十五、うん、暴力を振るう男はセックスをする資格なし。確かに。十六、常に心技体の充実を図るべし。16ありました。素晴らしい。あ、いろいろ気になったのあると思いますけど。青年期編か。なんかあります、矢場さん。実施面になってきたんですね。思春期編は、はい、ね、うん、男性一人だったけど、うんうん、これはちょっと男女両方なんですね、はい。へ、気になったのありますか？気になったものですか？僕10ですね。嫌と嫌は全く別物にて対応に注意せよ、ね、あの昔ねよく言われてたのが、はい、嫌よ嫌よもう好きのうちっていうのがありますけど、うん、最近あの女性のあの助産師の先生とかがよく言われてるのが、嫌よ嫌よはマジで嫌っていうのもあるんですよ。変わってきてんだ。マジで嫌。嫌よ嫌よはマジで嫌。いいっすね。ただ、嫌っていう言葉だけで言うと、うん、本当に嫌な時も嫌っていうし、あの、恥ずかしくて嫌っていう時もあるじゃないですか。はいはいはい、で、それを言葉通りに取っちゃうと、どっちかわかんないっていうことになるんで、うん、その辺はちゃんと注意しろっていう。なるほど。じゃこれ女性側も注意して言わなきゃ。何が？いやと言いやん。ああ。まあ、やっぱりコミュニケーションが大事だと思うんですけど、ね。信頼関係とコミュニケーションですね。そうですね。
8年やっぱ前期に重点を置くべしっていうのはやっぱりこれはもう多分なんか話を聞いてるとあんまり前期してないんかなっていうので、うん、うまくいってない人も結構いるかなっていう印象がありますね。へえ、そうなんだ。そういうやついるんだね。意味深い。へえ。そっか。ある。余韻を大事にすべし。これは何ですか？ピロートークが大事。ピロートークなんか一番大事じゃん。分かってる？ピロートークなんか一番大事じゃん。そうだよね。うん。ね。一番大事なんだ。ここ女性は結構言いますよね。そうですね、余韻が大切と。前と後が一番大事。はい、そうです。そう、本当に、うん、すぐ寝てます。え、すぐ寝てます。全然そうでもないよね。やめろよ。もうちょっとメール来てます。ラジオネームお肉ソース。僕は久しぶりに彼女ができ、よかったね。エッチとオナニーのバランスについて悩んでいます。今まではムラっと来ていたら普通にオナニーをしていたのですが、彼女と会えるタイミングを考えたりしてセーブをしたりするようになりました。夫婦間でも全くオナニーをしなくなった人がいたりという話をも聞いたことありますが、今井先生はエッチとオナニーのバランス、関係性はどういうものだと思いますか？まあ、本番に差し障りがない程度に、まあ、自分でやるのがいいんじゃないですかね。うん、やっぱそこに本番にちょっと支障が来たすぐらいだったらやめた方がいい。まあ、ちょっとセーブした方がいいのかもしれないかなと思います。逆にこう10-0でもいいんですか？10-0でもいいとは思いますけど、大変じゃないですかね。できない期間中とかもありますよね。ああ確かにね。そういうことか。はい。ラジオネーム空に。我が家の4歳の息子の困った癖で、はい、テレビなどを見ているときによく何気なくパンツを半分下げてチンチンを触る癖があります。かわいい。触ってるとバイキン入って痛くなっちゃうよと話したり、見かけるたびに、うん、ダメだよと注意しているのですがなかなか治りません。うん、注意するたびに笑ってごまかすので恥ずかしい自覚はあるようです。幼稚園では してないようですが、以前電車の中でベビーカーに乗っているときに気づいたら出してたと思ってかなり焦りました。小さい男の子のこのような癖、どうしたらいいでしょうか？そうですね、難しいんですよね。あんまり厳しくやりすぎてもいけないし、まあでもやっぱ人前では恥ずかしいからダメとか、そこはね、やっぱりそのところで確かに大事なところは見せちゃダメだよって伝え続けるしかないんじゃないかな。水着で隠れるところは人に見せたり触らせちゃダメって言いますので、うん、教えるのがいいですよね。むちゃくちゃ触ってたけどね、やっぱり幼稚園ぐらいの時なんか男の子ってそうだよね。大好きだもん、やっぱりペニコちゃん。ラジオネームホテイヤ。今井先生にマジな質問です。実は今夫婦で不妊治療を行っており、はい、その中で私の精子の検査をした結果、私の精子の運動量と直進率が弱く、うんうん、先月は人工授精を見送りました。そこで精子の運動量と直進率を上げるためにいい方法を教えていただきたいです。あ、結構本当のやつだ、ね、今結構こういう方多いですか？多いっていう。多いですね。基本的には、まあ、射精の回数は多い方がいいんですけど、ね、いいんです。オナ菌はあんま良くない？オナ菌は良くない。良くない、はい。要は毎日精子は作られてますので、作られたやつどんどん出していかないと古い精子が多くなっちゃう、割合が多くなっちゃうんで、基本的にはどんどん出し続けないといけないんですけど、あとは、まあ、精巣に悪いっていうか、精巣にこう負荷がかかるようなこと、まあ、要はこの前にも言いましたけど、サウナの入り、熱に弱いので、熱に弱いから熱を遠ざけたり、まあ、下着もボクサーとかよりもトランクスの方がいいとか、フリーダムの方が、そう、フリーダムの方、ブラブラの方がいいっていう。まあ、熱がこもらないようにして、あとはまあストレスが少ない、ストレスをとにかく少なくする、まあ、睡眠をきっちりとるとか。でただ、まあ、結構その精液所見っていうのはこの日によって変動が大きいので、まあ一回いい時と悪い時があってもおかしくないので、はい、
なんか食べ物とかって気をつけるものってあるんですか？食べ物でこれはダメとかっていうのは特にないんですけど、あんまり極端に偏った生活じゃなければいいと思います。いやちょっと頑張ってほしいな。うん、本当だね。うん、直進率。そっか、ね、でも確かになんかこう不妊治療続けててできなくって、でそれでちょっとストレス溜まってて、諦めてた時にできるって人もよく いるよね。だからあれって何なんだろうさ、やっぱ気持ちをニュートラルにするっていうことも大事って言われてます。だから結構これこれってその集中しちゃってるとかえって良くないっていうのもあるんで、割と妊活編とかに入れてるんですけど、はい、やっぱりダメでも次があると思いなさいみたいなのを入れてるんで、切り替えが気持ちの切り替えが大事かなと。チェンジだねやっぱりね、何でも。ラジオネームネルモア、私は防精子症と診断され、顕微鏡精っていうんですかこれ、顕微授精か、顕微授精にて第2子まで授かることができました。しかし費用は新車が買えるほどかかりました。先生的には精子がたくさんできるために若いうちから知っておいた方がいいことなど、何が若いキモメンにアドバイスありますか。こいつすげえ優しいな。うーん、俺こうだからきっとみんなに言ってくんねってことでしょ。一応4月からですね、不妊治療保険が、ね、保険適用になるんですよ。よかった。じゃあみんな、マジで？はい。あ、本当っすか？なので、まあちょっとそういう金銭面での負担は軽くなるかなとは思います。はい、そりゃそうでしょ。今までの人大変だったと思うよ。そうだ、本当にそれでマジでもう諦めようっていう人いるもんね、だってね。で基本的にはやっぱり、射精をどんどんするっていうことですよね。いいんどんどんした方が回していかなきゃ、やっぱりもう工場なんで、工場やっぱ売れる製品はどんどん作ろうとしますので、どんどん回していかないと。ね、そうなんです。だからまあ売れない製品はやっぱりこう工場ちょっとラインを落として作るのを抑えちゃいますね。シビアだよそれは。いらないものはいらない、売れないものはいらないんだもん。しすぎてダメなことはないんですか。ないです。うわー嬉しいよ。嬉しいね、光が。みんなしな。みんなしな。若いんだからどんどん。そっか、将来の日本を支えてくんだから。そうだよ、少子化だなんだって言ってんだからさ、それはやっぱ負担してもらわないとやっぱり。ただまあもともと工場がね、そんなに中小企業っていう場合もあるので、うん、はい、まあそういう場合はやっぱちゃんと検査して、まあそれなかなかうまくいかなかったら早めにそういう顕微授精とかそういうのに行くっていうのも切り替えも大事かなと思います。ラジオネームおはぎの剥がし、ペニスを握るときに強く握ってしまうと膣内射精障害になる恐れがあるので弱く握った方がいいというのはよく聞く話なのですが、どれくらいの力で握ってすればいいのでしょうか。10キロ以上だと良くないって言われてます。どこですか、地下高力。そうそうそう、10キロ以上の、まあなかなか測れないですけど、4キロぐらいだったらいいんじゃないかな。まあさわさわだね。さわさわ。お寿司握るときぐらいの、ね。まあ、うん、シャリが潰れない程度に。だから お寿司握るように。だろ。はい。なるほど。うん、結構弱くて、結局気筒のところに刺激がいけばいいんで。まあそういうことです、ね、結局そうだわな。へえ、紀藤さんに みんな刺激を与えたいからそうやってやってるんだもん。なんで重点的に紀藤のところに刺激がいくように、まあ自分でする時も本番の時も考えて動くっていうことですね。お寿司を握るに1、2、上下よ。みんなやってるかな。1、2とかな。8時です。やだな。そっか、へえ。なんか妊活編とかいろいろあるからそれも聞いてみたくなっちゃったよ。ちょっと妊活編も言ってもいいですか。今だって不妊治療をする人が多いですもんね。ちょっとじゃあ妊活編も行きましょう。これ確かに気になるのいっぱいあるんだよな、ここ。じゃあ先生、妊活編もよろしくお願いします。1、あ、1、
妊活は二人の共同作業にて積極的に取り組むべし。うん、2. 女性の月経周期と妊娠のメカニズムを勉強すべし。うん、3. 排卵日はあえて気にすることなかれ。へぇー。4. 良い精子は頻回の射精に宿る。ほう。5. 生理が終わってからの2週間が勝負の時期と心得よ。へぇー。6. 週2回以上のセックスを基本とせよ。うん、7. セックスも数打てば当たると心得よ。なるほど。8. 禁欲は無用にてやりたい時にやればよい。うん、9. 2人にとって気持ちのいいセックスを追求すべし。10. セックスは最良の睡眠薬、良質の睡眠は良い結果を生む。11. うまくいかなくても次回頑張ればよい。うん、12. ストレスフリーの生活を心がけるべし。 13. 自分の精巣周囲に注意を払うべし。竿よりも玉が大事。絶対ない。 14. 妊活グッズはうまく活用するとよい。 15. 妊活を始めて1年経っても結果が出なければ2人で検査を受けるべし。うん、16. 不妊の原因は男女半々にて自分は大丈夫と思うことなかれ。いやすごい素晴らしい素晴らしい16も素晴らしい。なるほど。実はでもこれあのちょっと改良この後加えてまた出るときにはちょっと変わるんですけど。なるほど、はい、今のところこれは最初ちょっと原案で作ったやつだったんですけど、これ以上に増えるってことですか？あのちょっと重なっているところとかもあるんで、まあ、その辺をこうちょっとこう調整してあのもうちょっとスリムにして。この3の排卵日あえて気にすることなかれって、気にしがちですけどね。あの結局ずれるんですよね。ずれる、ずれたりすることがあるんで、 あの推定なんですよね、あくまでも。なるほど。だから、うん、あの大体こう月経の周期があの一般的な人で言えばこの5番ですよね。あの生理が終わってからの2週間での間に大体排卵日が来る計算になるので、まあそんなぐらいでざっくり考えてれば、でその間週2回ぐらいはやってればどっかで当たるっていう。なるほどね。そういうある程度目安として考えてた方がいいんだな。あの排卵日 ED っていうのがすごく多くてですね。あるんですか、そんなの。ものすごい多いです。もうなんか気にすぎてってことですか。もうだからそのこの日って言われると立たなくなるっていうのがすごく多いんです。プレッシャーもあるだろうし、ね、だからあえて気にしない方がいいんだ。あのそうですね、あのある程度こう範囲幅を持ってあのやった方がいい。なるほどな。やっぱ13番ですよね。竿よりも玉が大事。そうですね、まあ、子供を作る上ではやっぱりそこにね、やっぱ熱加えファクトリーだから、うん、そっかそっか、そう、精子ファクトリーだから。でもあのこのうまくいかなくても次回頑張ればよいっていうのはなんか救われる感じがする。すごいね、前向きな言葉がたくさん、うん、まあ、そう切り替えが大事だっていうことですね。うん、そうね、さっき言ってたチェンジの部分だよね。うん、うん、不妊の原因は男女半々にて自分は大丈夫と思う、うん、だっていい、素晴らしいことですよ、はい、これは勉強になりました。勉強になるわ、本当に。あとね、すごい、おかずのなんかおかず理論がありましたよ。おかずローテーション、おかずローテーションについてちょっとお話を伺いたいんですけど、ね、何ページですか、はい、何ページになりますかね。ちょっとページめくってください。はい、うん、おかずローテーション20ページくらいかな。20ページぐらいかな。妊活編の前です。妊活編の前、妊活編の前、おかずローテーション、ここね。おー、何これ、これはどういうことなんでしょうか。これ僕があの中学校3年生頃に考案したんですけど、まあ、早いな。あの強い刺激のものばっかり見てるとなんかこうなんか性欲が、うん、こう興奮度が下がってくるようなことを感じたので、はあはあ、はいはいはい、あんまりその強いあと刺激を続けたらダメだなと思って、あの無修正動画とかまで見ちゃったら今度はこう、うん、妄想で射精できるかどうか確認して、うん、また水着に戻ってヌード写真、アダルト動画
無修正、また妄想という感じで。無修正ダメだからね。基本的にはもう絶対ダメ。ダメなんですね。この5つをこう巡ればいいんですか。そう。まあ、あの、弱いものもちゃんとやるっていう。自然となるけどね。その、なんか、行き過ぎちゃうと、やっぱ三つ木妄想もいいけどなってなったりとか。いつもステーキじゃってこと？そうですね。ことそう。そういうこと？うん。最近なんか VR とかすごい刺激の強いのがありますよね。ああいうのばっかり見てると多分本番が全然だあの刺激がなくなっちゃって、あの結構世界的にも問題になってる、ね、なんかだってもう本当にリアルなやつ出てきちゃうっていうもんね、VR つけたままなんかこうあるんだあるんだって妄想がその時点で見さされてしまって、本番の時はだからジェットコースターの乗った後のブランコみたいなもんだっていうぐらいその違う、あんまり現実のところってそこまで興奮度って高くないですよね。まあそんなに過激なことがしょっちゅう起こるわけではないんで、リアルではなかなかね。すげえな、おかずローテーション理論、はい、ね、みんな勉強になったんじゃない中学校何年ですか。3年生ですね。中3でもうすごい。この理論、あのアニメのやつでちょっとこれはやばいなと思ったですね。あ、なんか昔クリームレモンっていうなんかそういうエッチな漫画があったんですけど、それをなんかハマりそうになって、これはやばい、持ってかれそうに、そう、現実の世界からこう逃避してしまいそうになったので、まあ、これは避けないといけないと思って、こうやっぱりおかずはこうローテーションしないというか、これは発明ですよ、おかずローテーション理論、ひも理論ぐらいのもうすごい発明ね、もうそうか、すごいな本当に勉強ね、やっぱ一周じゃ足んねえな今井先生マジで。え、先生書籍化するんですよね。はい、すごい。いつするんでしょう。いつ、一応あの今年の夏ぐらいに、公文社新書から社政堂っていうことで最後あの宣伝してこいって言われたんです。いやいや、それはしましょうよ。じゃあこれ思春期編とか全部載ってるんですか。そうですね、あのこの辺全部おかずローテーション理論も全部、おかずローテーション理論も載ってるよ図で見たら分かりやすいから、これみんな社政堂っていうタイトルの、そう、その予定です、その予定、分かりやすいです。おすごい、夏頃、夏頃、ね、夏頃楽しみにしてましょう。そうだね、はい、あ、いや今日も分厚い、だいぶ時間過ぎてもエリニャンどうなってんのってなっちゃうからねすごいわ先生、ありがとうございます。忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。最後によろしくお願いします。はい、キモメンちゃんにメッセージありますか。あの夏に写生堂書籍化しますので、うん、ぜひあの書店の方でお手に取っていただければと思います、うん、絶対みんな買いますありがとうございました先生。ありがとうございます。聖霊浜松病院リプロダクションセンター長の今井真先生でした。まだ帰りたくない大人たちへ、チョコレート77と77と77と、まだ帰りたくない大人たちへ、チョコレート77と。さあ、じゃあちょっとエリニャン呼ぼうか。そうだね、ね、呼んでみましょう。エリニャン、エリニャン、お待たせ。はい、今静岡の街中の方にやってきまして、はいはい、五福町通りでしたっけ、うん、の方に来てるんですけれども、ガールズたち、はい、JK だ、 JK たちが制服着た、胸元にね、お花も刺さって、卒業証書も手に持ってる方たちがいらっしゃったので、うん、楽しそう、お話聞いてみたいと思います。こんばんは。元気かい。もう何、一色8人いますね今。みんなで今日は何してました皆さん。卒業式。おー、
みんな喋り出しちゃって、ちょっとマイクのことなんですけど。卒業式で。おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。高校生活皆さんどうでした？楽しかったですか？楽しかった。とても楽しかった。なんか。元気だね。思い出とかありますか？高校生活誰か喋りたいよって人。ゆうか全部でーす。全部でーす。修学旅行とか行けたのかな。ああ確かに。あれ修学旅行とかって行きました？行きました。おお。どこ行った？どのあたりに行きました？どの山梨。山梨や。楽しい楽しい。長野です。長野って軽井沢。軽井沢だ。軽井沢。そうなんだ。近くても楽しいよ。しょうがないけど。そうなんだ。他になんか楽しかった思い出ある人いますか？体育祭です。あら。優勝しました。優勝しました。2連覇。おお。え、待って皆さん同じクラス。で2年生。2年変わんない。そうなんだ。じゃあ2年3年と。2、3年が一緒です。エリエ何人いるの？今8人います。すごいな。元気で、なんか髪の毛も結構ね明るめの子もいて。あらこれ高校生活大丈夫だったんですか？はい。たくさん怒られました。それぐらいがいいよね。染めちゃってね。先生も可愛いなって思うし。でもね、なんか結構みんなインナーカラーとかを入れておしゃれな子が多い。あ、そうなんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。え、いいな、楽しそう。なんか楽しそうだね。みんな卒業したらなんかすることって決まってるんですか？就職とか、進学とか。就職です。お、何系？進学です。進学。看護です。特待生です。その、金髪の子が、看護の特待生。かっこいいね。新入生代表挨拶、両国国技館であります。すごい緊張するじゃん。すごい国技館ってやるとすごいね。かっこいい。人は見かけによらないって本当ですか？確かに。本当にそうなんだ。頑張って。緊張しちゃうと思うけど、はい、他の皆さんは理学療法士になるために進学します。かっこいい。かっこいい。歯科衛生士になります。みんな就職します。就職。理学療法士になります。受付のお姉さんします。受付のお姉さん。柔道整復師になります。なんかみんなすごい将来が固まってるというか。ちゃんとしてるね。そう、ちゃんとしてるんですよ。なんかパッと見は JK でキャピキャピしてる感じなんですけど、あ、ちゃんと将来のこと考えてるんだなみたいな。すごい。静岡残る子もいれば出てく子もいるんだ。そっか、もう出てっちゃう子もいるんだ。県外。どっちですか皆さん？一人だけ県外。あら。東京？みんなはもう県内、静岡。でも卒業しちゃうと会えることとかってなくなっないですね。そっか、寂しいよね。みんな寂しいです。泣きましためっちゃ。みんな泣いてました。泣いた。号泣。だよね。何歌ったの？歌わないの？卒業式何歌いました？歌った？歌。奇跡歌ったよ。クラスで奇跡歌った。奇跡か。グリーン。あ。もうあれも泣きながらもうみんなで歌って。クラスで歌うんだって今。好きになれる。やべ。泣いちゃう。みんな聞いてるか。日本は平和だよ。世界平和。ピース。いや、素晴らしい。それをみんな泣きながら。泣いちゃうね、それは。泣いてるじゃん。泣いてるじゃん。いや、楽しかった。また泣いちゃう。いいな。元気もらっちゃうね。いや、でも本当にすごい、みんなパワーいっぱいあって。ね。すごいなって。部活とかどうでした皆さん。部活も、あ、早くに引退した？どんな？あ、夏までやってました。夏まで。はい。え、あれさ、おうちはさ、あれ、はい、お弁当？それと給食？あ、皆さん、お昼ご飯は給食でした？お弁当でした？お弁当。お弁当。母ちゃんに何か言った？お母さんに言いました？言いました。なんて言った？なんて言ったの？なんて言いました？なんて言ったっけ？お母さんにお弁当作ってもらって。毎日、
大変だけど美味しいお弁当を作ってくれてありがとうございます。泣いちゃうわ。ちゃんとお母さんに言ったんだ。言いました。みんな何が好きなお母さんのお弁当のおかずで。お母さんのお弁当おかず何が好きでした。豆腐で作るハンバーグ。豆腐ハンバーグ。おハンバーグ。体に気使ってお母さん朝から豆腐ハンバーグ作るの。ダイエットしね、したいお年頃。オムライス。みんな答えてくれますね。いいよね。何が好きでしたお母さん。ハンバーグ。いいよね。全部。全部だってお母さん聞いてるか。そぼろご飯。そぼろご飯。オムライス。オムライス。お好み焼き。お好み焼きも作る。お弁当入ってたの。はい。すごい。すごい。親子丼です。親子丼。いいね。素敵だわ。元気あってお母さんに感謝して、最後にみんなでお母さんありがとうって言おうか。皆さん最後にみんなでお母さんありがとうってこの電波を通して一緒に言いましょうか。せーので、お母さんありがとう。素晴らしい。お父さんもありがとう。お父さんもありがとう。せーので、お父さんありがとう。よかった、卒業おめでとう。卒業おめでとうございます。お、すげえ。まだ帰りたくない大人たちへ、チョコレート77ナイト。いや青春だったね。平和。はい。子供の笑い声は平和だよ。本当だね。平和の象徴。さあ、テーマ、〇〇を卒業する皆さんに私からこの言葉を送ります。はい、卒業ということで、はい、卒業つながり、ラジオネームヒーロー赤べこ。高校生を卒業する皆さんに、あら、さっきの子たちに聞いてほしいね、うん、私からこの言葉を送ります、うん、JK がめちゃくちゃ眩しくて可愛く見えます。そしてもっと制服姿で恋愛しておけばよかったなぁと思います。あと1ヶ月あるぞ、まだ間に合うから制服姿でいろんなところ回れ。確かに制服ディズニーとかね。でも、ね、19とか20歳の子でもやってるんでしょあれ。制服でね、あ、しました。はい。やったことある？やったことある。大学生になってからやっぱりそう思うんだよね。制服良かったなって。だから一回したけど、もうできないもんね。言ってくれよじゃん。山内さんとか小川さんとか。山内さんまだ制服あります？あるだろう。ある？長いスカートの。長かったですか山内さんの時。めっちゃダサいって。長い。スケバンみたいな。そりゃそうだよ。なんだっけ山内さんのあのヘアスタイルなんだったの、聖子ちゃん買ったみたいな。ボサノバだっけ、なんだっけ、ボサノバ。ソバージュ。ソバージュでね。そうだね、いいね。俺とかでもコントとかで着るか。あ、そっか、そっか。学ランとかね。確かになんかイメージつくもん。そうだね、そうだよね。だから。学ランだった？ブレザーじゃなくて。高校？高校私服だった。お、へぇー。うん、貸し系んだと思ったべ。大体私服の高校貸し系べ。でもそれでも制服着てるやついたけどね、結構。あ、そうですか。あ、いたいた。なんちゃって制服ってこと？そう。うーん、他校の制服とかさ、なんかかっこよかったじゃん。他校のカバン持ってるやつとかさ。うん。あったんだよ、なんか他の学校の持ってるの。それいいの？逆に。全然いい。他の学校からなんか言われない？なんか流行ってたよね、昔ね。他の、東京の高校のカバン持つのがかっこいい。なんとか第一高校みたいのが。昭和第一だったっけ。へー、うん。入手できるんだ。そう。ラジオネーム四玉乱太郎。実家を卒業して一人暮らしをする男性の方に私からこの言葉を送ります。最初の半年は自炊がマジできついですが、頑張りましょう。はじめはとてもめんどくさく感じますが、
慣れてくれば料理も洗濯も掃除も全てが楽しくなってきます。いや、偉い。特に外食をやめて料理をすればお金も貯まるし、女性からの評価もぐーんとアップします。一人暮らしを始めるキモメンのみんな、自炊ができる男はモテるから頑張りましょう。めんどくさいけどね。偉い。めんどくさいけど。そうですね、うん、でも自分でやって初めて親のありがたみわかるしね。そうね、うん、本当だよね。毎朝弁当を作るなって今考えらんないもんな。できないよ。できないけどやるんだ。できんのかな。できるってやるんだよ。できるようになるかな。絶対やると思うよ。そうなんだ。やんなきゃいけないんだし、だって。まあそっか。毎日ご飯作ってね。ありがとうってくんだよ、最後。ああやってさ。ね、お腹かわいかったね。母さん3年間ありがとうって。うん。頑張るか。すげえな。ラジオネーム、クジラ冷たい。実家を卒業する皆さんに、私からこの言葉を送ります。冷凍庫が大きい冷蔵庫を買え。一人暮らしはやっぱり何かと冷凍することになる。マジで冷凍食品にもめちゃめちゃお世話になる。なるほど。特に冷凍の冷凍の牛カルビマヨハンバーグは最強に美味しいし、冷凍餃子、冷凍チャーハンはコスパ最強なので、気づいたらそればっかりになっているよ。あとね、マジで野菜高いから全然食べれねえ。マジですると足りない栄養素はサプリで補え。冷凍食品溜め込みつつ、ちゃんと栄養を考えて暮らしていけよ。あ、あと、卒業まであとちょっとだ。ちゃんと今を楽しめよ。だって、なかなか一人暮らしで大きめの冷凍庫付きの冷蔵庫持ってる人いないけどね。確かにね。そうだね。引っ越し大変になっちゃうしね。あの霜のところをさ、はい、処理しないでもう氷どんどん溜まってってさ。あるあるある。あるよな、あれ。あるー。ね。そうなんだよ。なんか出すたびにいろいろ出てくるんだよ。あれ何なんだろうね、あの霜。すんごいよね。北極みたいになるもんな。うん、懐かしい。ラジオネーム、渋谷の安弘。フォークリフトスクールを卒業する皆さんに私からこの言葉を送ります。うん、教習所では荷物を倒した時の絶望感は教えてくれません。だから、昨日の俺みたいになるなよ。最悪だ。え？フォークリフトで荷物倒しちゃったの、こいつ。フォークリフトって何ですか？あの、荷物運ぶほら、ウィーンって車みたいな、ほら。あ、え？空港とかで使ってる。空港？工事現場、なんか倉庫とか？フォーク。なかなか操作しないけど。絶望だろうな、これ。そっか、大変だったんだ。大変だよ。ラジオネーム、ポルマーク。小学校を卒業する皆さんに、私からこの言葉を送ります。おー。14歳の女の子。中学校は実力社会。卒業に浮かれているかもしれませんが、真面目に勉強しないと中学校はやばいです。陽キャでバカより陰キャでいいので勉強しましょう。皆さん頑張って成績上位目指してください。そうなんだよ。中学生に上がってさ、うん、初めてテスト。あー。中間期末試験がね。やったね。あるじゃないですか。うん。そうだよね。小学生の時はね。なんとなく過ごせたけどさ。そうそう、暮らしていけばいいけどね。最初の中間テストがなんか勉強したもんな、俺すげえ。中学校の時。えらい。うん。でもそっからもういいやってなったけど。めんどくさくなっちゃったけど。そっかそっか。うん。そうだよね。中高大って。中学も勉強、中学勉強できたんだっけ？みゆちゃん。普通。高校も普通。普通。うん、テスト一夜漬けで頑張る。え、中学どれくらい？オール4とか。どうだったかな。うん、4くらいかな。5ない。5はないですね。へえ。それで立教いけんだ。立教は5中 4.0 以上だったかな。あ、学科とかにもよるけど、私の学科は 4.0 以上、平均ね。マジで？はい。いけたかな俺、もしかしたら。もうちょい頑張ったら。頑張ったよ、私、結構。だって、成績4だよ。5中4だよ。うん。4でしょ？5もなきゃいけないんだよ。オール4でしょ？オール4か。4以上ってことでしょ？そう。うん。5もなきゃいけないし。いや、オール4ぐらいっていけるね。立教。受けようかな、か立教。負けたくねえし。いけると思うよ。格差がついちゃうから、やっぱ学力にさ。いやいやいや。
まあ、学力じゃないじゃん。まあまあ、そう。卒業した学校じゃないんだよ。富士と小葉大学も、まあ、オール8って言われてたからね。オール8。天才集団。はい。うん。そうですよ。オール8だよ。富士と小葉大学。すごい。僕もうすごい、もう天才中の天才の集まり。ほとんどアノニマスに就職したもんだって。すごい。みんなプログラマー。あ、ラジオネーム2丁目のママ、お久しぶりです。あ、ママかなこれ。え、新宿の。先ほど我が母校が言われたのでメールしました。昭和第一高等学校はイケメン高校と言われて、後に共学になった SDH 昭和第一、うん、サブバッグを売り飛ばす輩が増え、1人追加1個の購入制限ができたのも私の時代からですって。ほら、そうなんだ。昭和第一だ、やっぱり。すごーい。普通に田舎のやつ思ってたもんだって。そんな人気の。ママってその辺の世代なんだね。へえ、かっこよかったの、そのバッグが。うん、かっこよかったっていうか、なんだろうね。へえ、でもみんな持ち始めたの。イケメンばっかりいるからじゃない。あ、そうなんだ。うん、へえ、デザインした人嬉しいね。そうだね。もうそうだよね。へえ。イケメンだったんだ。うん、イケメンが多い学校だった。こういうさ。次のさ、次の靴ってもうないのか。あ、悲しい。もう提案。高校のスクールバッグみたいな。かっこよくない？ダサいかな。持ってたら、うん、大人だよ。ぬんぬんぬん。いいっすね。ぬんぬんぬん高校のさ。ぬんぬん。ぬんぬんぬんも中尾さんでしょ。スクールブロックみたいなじゃん。校長と呼ばせようとしたら。ラジオネーム黒髪乙女論争。ゲーセンを卒業する皆さんに私からこの言葉を送ります。趣味や環境の変化ややりたいゲームがなくなって、あんなに通っていたゲーセンに来ることもなくなりましたね。僕もそんな日が来るんだろうなと思って、気がついたら14年ゲーセンに通い詰めています。あ、すごい。僕はゲーセンが潰れない限りは、あと10年はゲーセンにいると思うから、時には思い出しに来てほしい。うん、今、ソシャゲの流行りで、ゲーセンがピンチでどんどん潰れている。なるほど。僕はこのゲーセンという素晴らしい日本の文化をなくすのは嫌だ。だから、みんなには卒業なんてしてほしくない。みんな、もっとゲーセンに遊びに来て。確かに。ゲーセンってどうなってっちゃうんだ。まあ。確かになんかなくなってってるイメージありますね。ああいうさ、やんちゃ系のゲーセンってあんまないね。やんちゃ系のやつが行くようなさ。うん。うん、もっと子供っぽくなってんじゃん。ララポとかさ、うんうん、イオンとか乗ってさ。子供が遊ぶようなね、ゲームも増えてきたりね。そっちの方がメインになってるもんね。確かに。怖い。入ったらカツアゲされるみたいな、ゲースのあのソワソワ感ねえな。ない、全然ない。鉄拳の音とか聞こえたりさ。ゲームの音聞こえる。確かに。行きたくなってきた。昔と変わってきてるね。そうだね。思えば。だって今、だって家でさ、うん、アーケードのコントローラーってさ、うん、普通に、ストリートファイターとかできるわけじゃん、綺麗な画面でさ。で、ネット対戦ができるわけでしょ。うん、そうなったらどうなっていくのって感じだよね。そうだね。スマホ一つでゲームできる時代だしね。じゃあ、メダゲーできんのかって話だよね。そうなってると。お前らじゃあやってみろって話だよ。家で。なあ。でもメダゲーあるよ、あのカップの中に。え？違うよ！メダルを手に持った感触と、うん、溜まってく感じとか。絶望感。日曜の昼何してんだろうって、あの絶望感。それはスマホじゃ絶対味わえないよ。お馬さん見てさ、あの、おもちゃみたいなお馬さんがさ、パカッパカランって目の前、どういうシステムが動いてんのって。一回見るやつ、筐体。あれね。そう、あの感覚は多分ないよね。ゲーセン独特だよね。メダルゲームとか。うん、確かに、あんな、迫力あるもんね、メダルゲームって。あと、360度。レース系、レース系もね、ゲーセンじゃないとできないかもね。そっか。あの、ちゃんと車に乗るタイプのさ。あー、カート系ね。あれは多分ゲーセンじゃなきゃできないしね。確かに。まだ大丈夫じゃない？うん。ラウワンとかある限り大丈夫。そうそうそう、ラウワンもあるし。パンチングマシンだって、あれ、じゃあお前やってみろって話だから。バスケのも。バスケのやつも。ワニワニパニックだって。怒ったぞーって言っていっぱいやんちゃなワニ出てくるやつもあるから。まだ大丈夫だわ。あぶねえ。来週の日記！来週の日記。確かに、
日記、それは日々の出来事を書き記したもの。日記、それは時に恥ずかしく、時に切ないもの。日記、それは自分自身を強く、そしてたくましくしてくれるもの。さあ、あなたの1ページ覗かせてください。はい。ということで、このコーナー、来週の日記は、皆さんがチョコナナにこっそり送ってくれた、自分の日記に書いてある来週の1ページを、私たちがこっそり紹介していくコーナーです。早速、紹介していきましょう。本当やね。はい。ラジオネーム。カンパチ太郎。水曜日。金玉侍。我は金玉侍じゃ。わしに切れぬ金玉はない。なぬ小日向文世の金玉は硬いだと？えいえいえい小日向の金玉。打ち取ったり！なぬ島大輔の金玉は硬いだと？えいえいえい島大輔の金玉。打ち取ったり！なぬ武田鉄矢の金玉は硬いだと？キン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 武田鉄矢の金玉は、鋼鉄か我、負け申した今日はここまでさらばじゃ矢端さん、笑ってくださいみんな頭おかしくなっちゃうんだよねえ。最終回近づいてきておかしくなっちゃったんだ。あ、わかる？ん？わかった？これ、面白い。ポイント。小学生みたい。うん。小学生みたい。本当に。くだらねえ。くだらねえよ。ラジオネーム、砂クジラ。木曜、畑。ジジイが苗を植える。今年は趣向を変えて、ピンクローターを植えてみた。小刻みに振動するピンクローターのおかげで、土がいい具合に湿ってら。なんだよ、これ。ちょっと何湿ってら土がいい具合に湿ってら中学生みたい。ほんと中学生みたい。やだよね、こういうのね、うん、こんなのばっかりは。ラジオネーム横綱の旦那。火曜日、俺やーっと言いながらお風呂掃除しているところを隣の家のジジイに見られる。恥ずかしい。今掃除するやつ全員やってんじゃない？クイックルワイパーとかね。確かにやりたくなっちゃうね。絶対やってるよ、ね、やりたいわ。やーぷやーぷやーぷ。うん、そこ、そこ、うん、いいよね。うん、どうする？そこ7行く？うん、8にしようか。うん、うん、そうだね、そうしよう。うん、その方がいいよ。いいよね、うん、やっぱりマイクがあるっていうのは、うん。ラジオネームちゃん皇帝。月曜日、矢端。新しい環境にワクワクはしているが、お金の面で不安を感じていることも事実。とりあえず手堅く小銭を稼ぐため、ストアーズでベビーのエコーチェキ販売開始する。このかな、これ初じゃね。ベビーのエコーチェキをいくらで売るんだ。小遣い稼ぎ。ああ、その手があったか。ストアーズ初だよ、エコー写真売りつけんの。誰か買うんだ。ラジオネーム、チェンコンさん。金曜日、童貞。初めてのデートでリュックサックから取り出した凍ったチューペットを膝で思いっきり降りに行く姿を見て引いている女子に、あれ？ブドウ味嫌いだった？と、屈託のない笑顔で問いかける。怖い。怖い。チューペット膝で割ってないね。チューペットって、あの、アイス？ポキって折る。はいはいはい、ポキって折るアイスね。うん、懐かしい。今まだ発売されてる？あるよ、あるある。全然あるよ。本当ですか？一本10円くらいだよね。そうだね。10円、20円とかだった気がする。うん、懐かしい。妹と分けてたな。どっちがいいとかなかった？あの、先がこう。そうそう、丸い方か。先の方が量がやっぱ多いでしょ。ちょっとだけ、あの先のここの部分だけ。いや、丸い方が多いと思う。え、嘘だ。だってもう一個細いじゃん。
細長い感じ。あそこの分だけちょっと量多く入ってるっつって、絶対そっちをお姉ちゃん取られてたよ俺。兄弟あるあるだこれ。え、でも丸い方取んの？私結構丸い方取ってた気がする。すごいな。そんなのあるか。ね。あ、この14歳の子。ね、ラジオネームポルマーク。うん。横断歩道を渡るとき、路線バスを止めてしまい、少し気まずくなりながら歩く。かわいい。え？かわいい。だから第二の年さん。これ逆にわかんない。どこが面白いの？厳しい。めっちゃ厳しい。優しく行こうよ。こういう子たちを大事にしないと。そうだっつーの。ポルマークちゃん。本当に来週の日記だと思って。本当の来週の日記だね。そうだよ。すごい。でも路線バスがさ、走っ、うん、あ、路線バスか。うん。路線横断歩道渡るとき、ああ。バス止めちゃって、ちょっと、すいませんって。で、こういう子が本当に、ぬんぬんぬん欲しいよ。こういう逸材がさ、ね。そうだね。4番バッター打てるから。ぬんぬんぬんだったら。ラジオネーム、ちゃんこうて。火曜日、2022年2月22日22時22分22秒にスマホをスクショした奴らへ。別にさ、適当な日付、今この瞬間でもいいからスクショしてみ？それがお前だけの日付になっから。そう、お前だけのアニバーサリー。息吸ってみ？吐いてみ？大丈夫。適当な日付でもよ。今、その瞬間、確実に生きてっから。あ、はい。タレでお願いします。かっこよかったよ、でも。なんだろうな。ネギマ食ってたの？ネギマかな。そうだね、焼き肉の可能性もあるからね。ハラミどうするっていうの。焼き鳥か焼き肉。以上です。はい、そろそろお時間です。あなたもいつも書いている来週の日記をこっそりチョコナナに送ってみませんか？来週火曜日までにお願いします。メールはチョコアットマーク digisbs.com choco@digisbs.com、 ツイッターの DM は sbs_chocoです。日記を書いた数だけ人は強くなる。あなたの日記待ってます。静岡の皆さん、こんにちは。アルコ&ピース、酒井健太です。私、酒井、4月から静岡のお昼に番組を持つことになりました。毎週日曜日、昼12時から午後2時までの2時間、静岡 SBS から生放送でお届けしていきます。番組タイトル、すでに決まっています。日曜を暇するあなたに送る、ぬんぬんぬん！めちゃくちゃいい。ぬんぬんぬん！気になる番組コーナー、現在検討中！番組パートナーは、まだ秘密！ハッシュタグ、ぬぬぬでツイート待ってます！そんなこんなで日曜昼12時からよろしくお願いします！絶対番組聞いてください！深海のみんな、せーの！でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっと。まだ帰りたくない大人たちへ、チョコレート77ナイト。ラジオネームステイ&ラッシュ、うん、中継で女子高生と絡んでいる感じ、はっきり言ってもうヌンヌンヌンでした。ヌンヌンヌンでも町中継のコーナー継続ですね。だって、うん、はっきり言ってヌンヌンヌンだね、うん、あれはああいうのいいじゃん。うんうん、ポルマークちゃんとか、はい、あの辺取り込んで、うん、ね。そうだよ、土日部活動紹介とかあるかもな。え、部活？部活動紹介。別にその強くなくてもさ、はいはいはい、こんな特徴ある先生いますとかさ、はい、先輩こんなんですとか、後輩で面白いやついますとかさ。学校に中継行って。紀藤さんじゃん、もうそんなん、なんかそんなんやってるだろもう。お昼だね。めちゃくちゃお昼じゃん。お昼だね。ラジオにもハンペン侍。今日も仕事がしんどかったです。
JK のお世辞にもうまいとは言えない奇跡と、うん、お母さんへの感謝に、うん、最寄り駅の北口でじんわりと泣きました。大丈夫ですか？結構疲れてます。結構疲れてますね、うん、彼は。大丈夫？ゆっくりもうお風呂入ってあったかいお風呂。本編侍な。うん、今、早く寝な。帰ってんのかな、うん、早く寝て。お疲れ様。そう。いろんなのあるけど。一旦今日はゆっくり寝てね。明日リフレッシュして。うん。写生堂の先生はチェンジが大事だから。切り替えだからやっぱり何でもかんでも。そうですよ。じゃあテーマいきますか。はーい。まるまるを卒業するみんなさんに私からこの言葉を送ります。はい。ラジオネームカンパチ太郎。童貞を卒業する皆さんに私からこの言葉を送ります。初めてのセックスは戸惑うと思うから、初めてのセックスですと相手に伝えろ。じゃないと俺みたいに四つん這いになって、セックスしようと言い、女性に惹かれてしまうぞ。セックスしようって四つん這いになって。四つん這いになって言っちゃったの。かわいい。その同じカンパチ太郎さんから。カンパチ太郎、はい。高校を卒業する皆さんに、私からこの言葉を送ります。これは、高校生の頃の話です、うん。僕には片思いをしている女性がいました。うん、その子は、同じクラスでバカだった僕に、いつも勉強を教えてくれていました。数学の微分、積分、うん、国語の古文、漢文、英語、科学、地理、と、多くのことを教えてくれました。歌乗り出したよ。一緒に勉強していると、次第に彼女のことを好きになっていきました。うん、数ヶ月経ったある日、気持ちを伝えられず、一緒に帰っていると沈む夕日を見ながら、彼女は、この時間がずーっと続けばいいのにね、とつぶやきました。この言葉の意味は、僕にはまだわかりませんでしたが、僕は、ずーっと一緒にいるよ、と言いました。すると彼女は、まあバカなんだからあんたには私が必要だもんねと言い肩パンしてきて一緒に笑いました。そして時は経ち卒業式、いつも通り学校へ行き、いつ気持ちを伝えようか考えていました。しかし彼女は登校してきませんでした。どうやら家族の都合で転校したらしいのです。僕は別れの言葉がないこと、転校することを教えてくれなかったこと、本当は転校じゃなかったこと、今はもう会えないこと、うん、悲しいことは多くありました、うん、月日が経った今でも忘れることはできません、うん、勉強、恋心と多くのことを教えてくれた彼女でしたが、別れる辛さを忘れる方法は教えてくれませんでした、うん、卒業する皆さん、気持ちは早めに伝えた方がいいです。後悔しないように、うん。なんなカンパチ太郎、これ本当の話かな。本当っぽいな。こんなことある？転校じゃなかったのね、なんかあったな。なんかあったんだ。でももう二度と会えないって。でもそれがさ、そのショックが大人になって四つん這いになってさ、親指立ててセックスしようそのメールからのこれダメだよそんな大人になるんだから。ラジオネームカンパチ太郎、カンパチ太郎祭りだ。よーし、ヌンヌンヌンに送るメール思いつかないな。パルマークちゃんに教えてもらおうかな。DM していい？ダメだよ、ほらおかしくなっちゃってんだ、そのショックで。過去にこいつこんな悲しいことあったんだ。この彼女の、そうだよ。なんとか彼女を振り向かせたいっていう気持ちがまだあるんだよ。もしかしたら静岡にいるかもしれない。いろんなところにいるかもしれない。ラジオを聞いてるかもしれない。だからカンパチ太郎という名前でこうやって変なメール送ってんだ。そうだよ、分かってやってくれよ。みんなこいつら変なんだから、みんな半ペン侍もこんな泣いたりとかも変なやつばっかりなんだから。みんないろいろ抱えてるんだ。みんな過去はいっぱいいろんなことがあるわけ。こうやって明るく生きてるんだね。そうだよ、バカなふりしてね、ほんと頭いいんだから。ほんと頭よくて人の気持ちも分かる子たちだし。じゃなきゃ書けないから、これの。全員潰して終わんの、この番組。全員殺して終わるから、言葉で。すごいな、なんなん、マジで。ねえ。いろいろあるんだね。うん、そう
だね、後悔してからじゃ遅いからね、うん、気持ちは早めに伝えましょう。それは大事なことかもしれませんね、ラジオネームビーチボーズ、スポーツ狩りを卒業する皆さんに私からこの言葉を送ります。しばらく髪型迷走するぞ、気をつけろ小学生の頃、髪を切るというと毎回有無を言わさずスポーツ狩りにされていましたが、小4の時初めてこのまま伸ばしたいと直談判しました、うん、それから自分ではかっこいいと思ってワックスをベタ付けしたりしていたのですが、その年の終業式のことです。クラス全員で集合写真を撮ったのですが、自分一人だけタモリさんみたいなオールバックで写ってしまったのは今でも後悔していますなるほど。髪型って時代出るからな。うん、そう、スポ狩りなんてもう、ダメよ。スポーツ狩りなんて一番楽だからね、でも。坊主のちょっと伸びてて、前髪ちゃんとあるみたいなさ。はいはい。今見ないね、スポーツ狩りの少年って。今みんな髪長め？スポーツ狩りってさ、誰が始めたんだろうね。スポーツ狩りの語源ってなんだろう。確かに。何スポーツ狩りって、だって。確かに。ね。何なんだろう。丸刈りを生やした感じ。ほんま、ちょっと前髪がちょっと残ってて。語源あんの？あるの？スポーツ刈り。前髪をさらに長くするもので。石原慎太郎が太陽の季節に出演した際、確かにこの髪型だったため、帽子の生地にこう呼ばれるようになった。だって、へー、すごい石原さん。石原さんが通っていた寿司市の塩沢利用店の店主、うん、塩沢さんが考案したカットだって。その時にスポーツ狩りって名付けたのかな。確かにこの時のスポーツ狩りだわ。へー、影響力あるね。塩沢利用店ってまだあんのかな元祖スポーツ狩りしとこうかな。すごい。それは興味あるわ。元祖でお願いします。元祖、スポーツ狩りお願いしますって。まあ時代は巡るからね。うん。すごくない？それ発明したってさ。すごい。その、なんていうの、特許みたいなことあったら、とんでもないよね。そうなんだ、石原慎太郎さん。確かに考えたことなかったですね、うん、とか言って、うん、ラジオネーム赤い電車、ここやばたん、こんばんは。20代を卒業する皆さんに私からこの言葉を送ります。そろそろ大盛りはやめとけ30代になると着実に体の衰えが出てきます。まず最初に感じる変化は大盛りが食べられなくなります、うん、20代までは学生時代の感覚で大盛りを頼んでもうわおかった程度でなんとか食べることができます。ただし30代に突入すると完食できないだけでは収まりません、うん、気持ちだけは若い頃のままで食べているので残るのは翌日まで続く胃痛と激しい後悔だけ、うん、20代をもうすぐ卒業する皆さん、こっちの世界で待ってるよ。でも結構大盛り食べてない？全然食える。すごいね、やっぱ若いね、あなたは。俺そのなんか内臓系、はい、あんま感じたことない俺の胃袋宇宙って口癖だもん、ね、うん宇宙昨日も食ったじゃん、ハンバーグ。へえ。うん、そうだね、すごい、全然食える。そうなんだ。うん、確かに最近食事の量減ったかもしれない。誰が？はい、ああ、20代後半でもっと食べ、いや、全然食べた。お菓子とか食うじゃん。間食多いもんね。それすごい最近注意するじゃん。違う違うよ。めちゃくちゃ注意して管理されてるんですよ。いや、私ちょっとやめるって言ったのは、だってヤバトンじゃん。そうだけどさ。あ、でも昨日特別にパルム食べていいよって言ってアイスくれたか。頑張るか。太っちゃうからね、太っちゃうからね。はい、どん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 。あ、平成2年7月15日に閉店だって。でも私生まれてないよ。すごい。あ、そう。結構長い期間やってたね。塩沢。そうか。塩沢かな。スポーツ狩りか。子供の頃ってどんな髪型にしてたの？あ、でも一回ね、今流行ってるマッシュヘア。
当時全然誰もいなくて、すんごい嫌だったの。お母さんに、うん、お母さん美容師だからさ、かか切っていいって言われて、うん、マッシュヘア試されて、うん、すんごい嫌で、もう写真も写りたくない、うん。幼稚園も行きたくないって感じだったけど、うん、今写真見返すと可愛いの。そのマッシュヘアが。そうなんだよな、当時はな。うん、そうなんだよな。そうそうそう。結構わかるもんね。幼稚園ぐらいでもさ、うん、あ、嫌だなとかさ、そう。すっごい気にしちゃうじゃん。特に女の子はこだわり強いから、髪型とか、洋服とか。うん。ラジオネームヨハネス監督。この春大学を卒業して社会人になる皆さん、はい、今割と長く付き合っている彼女がいるとしたら、きっとその子が一番いい子だぞ。あ、その子をの逃がして社会に出て、うん、その子以上に気の置けない相手と知り合って恋愛に発展するのはかなり大変だぞ。そうした恋愛の葛藤でだいぶ疲れてしまうこともあるぞ。確かに。とりあえずは今の彼女を大切にするのが一番だぞ。そのまま勢いで若いうちに結婚するのもすごくいいんだぞ。おじさんそういうの羨ましいんだぞ。だぞ。うん。いいことですね。そうだね。うん。なんかさ、社会人になってから出会う人と、うん、学生時代知ってる人ってまたなんかちょっと違うよね、うん、本当の学生時代の方がね、自分見てくれてる感じがする。あの、もうちょっと壁作ってるもんね、多分社会人の時の自分って。そう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 、そう、そうなのよ。そうだよね、そこまで知っててくれた方がね、うん、はい、いいよね。うん、とかうちの高校ね、同級生同士で結婚する人めちゃくちゃ多いの。ああ、そうだね。はい。話聞いてると。そうそうそう。最近も一組、二組いて。うん、うん。そういうのもまあいいなと思う。ね。うん。すごいわ。確かにこれは言えてるわ。ラジオネームゴッドハンド。ここヤバタン、こんばんは、うん。親知らずを卒業する皆さんに、私からこの言葉を送ります。うん。下の親知らずが横に生えている場合は覚悟しろ。ビビらすつもりはないですが、下の親知らずの抜歯は地獄です。上の親知らずはすぐ抜けて抜いた後も痛みはほとんどありませんが、下の歯が横に生えてくる場合は抜くのにも時間がかかり、抜いた後も激痛です。僕は右下を抜いた時に痛すぎて左は10年ばっくれていましたが、抜かなくてはいけなくなってしまい、いろいろ調べて麻酔で寝ている間に抜く手術を受けました、うん、痛みなく抜けましたが、やはり抜いた後は痛みが強かったです。なのでこれから下の横に生えているリスナーさんがいたら覚悟して抜いてください。親知らずね、こんなぷくって腫れてる人いるもんね。今日歯医者行ってきたんでしょ。あ、はい、うん。そうなんですよ。それこそそう。私さ、上のね、親知らず生えてきちゃったの、最近。でも、妊婦さんってあんま抜かない方がいいんだって。じゃあ、まあ、それの相談したの。なんだっつってた？ん？なんだっつってた？いや、マジでリビング。出産したら、向こうね。なるほどね。話した。さあ、ということで、2時間にわたってお送りしてきました。チョコレート77と、あっちゅうま。あっちゅうま、うん、あっちゅうま、うん、あっちゅうまのエンディング。ラス3、8、いつも2時間早いよね。8、15、22で終わり？ 29 ってないんだ。はい。ってことだ。改編時期で29は、あ、新番組だよね、紀藤さんと。あ、29から始まるんだ、はい、ペナルティーのね、ヒデさんのサッカーの番組が、うんうん、ね、フットオークだ、始まります。火曜7時、それも楽しそうだよね、フットーク。はい。木戸さんもサッカー詳しいんだもんね。うん。そうね。はい。はーい。ってことで今日のチョコレート大賞、どうしようか。チョコレート大賞はね、ベビーのエコーチェキ。ラジオネーム、ちゃんこうてい。おー、うん、ちゃんこうてさん、はい。ありがとうございました。では、ちゃんこうてさんには、チョコ塩田夏樹プロデュース、つけると急にモテ出すかもしれない恋の美薬、魔法のフェロモン香水ローズムスクの香りをプレゼントします。来週火曜日も夜7時から9時まで生放送しますので、来週の日記やメッセージをお送りくださいね。メールはチョコアットマーク digisbs.com、 chocoatmarkdigisbs.com です。お待ちしております。ラジオネームアルミカン、
感情が端から端まですごいスピードで行ったり来たりしたので情緒が無になりました。どんな顔をしているのが正解ですか。いろいろあったもんな。茶聖堂あって、はい、今井先生来てくれて、 JK にが親に感謝して、そっか、そうだよ、エモいね、エモくなったり、ね、うん、変、来週の日記変なのばっかりだったし、エモいな本当に。まあ、ということで、あと3回、はい、3回カウントダウンが始まりましたよ、もうね、本当に。寂しいね。ラジオネーム、ミランダバニー。あ、神警察のものです。酒井さんのさっきのヌンヌンヌンの告知、パートナーの部分噛んでましたよね。もう一回確認で聞いてみましょう。どうぞ。静岡の皆さん、こんにちは。アルコ&ピース、酒井健太です。私、酒井、4月から静岡のお昼に番組を持つことになりました。毎週日曜日昼12時から午後2時までの2時間、静岡 SBS から生放送でお届けしていきます。番組タイトル、すでに決まっています。混んでない。日曜を暇するあなたに送る、ぬんぬんぬん。声汚いけどね。めちゃくちゃいい。ぬんぬんぬん。いい声だよ。気になる番組コーナー、現在検討中。混んでないじゃん。番組パートナーは、カートナー。ハッシュタグカートナーって言ってるわ。ヌヌヌでツイート待ってる。カートナーって言ってる。カートナー。これ逮捕だな。パートナーでしょ。うん。署まで行かないとこれは神警察。厳しいねミランダバニーは。あー。そっか。SBS ラジオもじゃあ4月から結構変わりますね。そっか。うん。その番組始まったり、紀藤さん。ねえチョコの後ね。ヌヌヌ新しく番組始まるし、うん、あとはあいろいろ変わったりするの第一のやつとかね、一方とかどうなんだろう、担当する人が変わったりとかするじゃないですか。あそれはあるんだよね、うん、多分ね、うんうんうん、きっときっと。まあでもなんかちょっとパワーアップしてるところもあるんじゃないかな。またイベントとかも予定されてるんですよね。えいいな。あーあああああれのことね。あああれ ね, ねあまだあれのやつね、まだ言えないやつ、まだ言えないですか。ねまだあれのやつね。はいはいはい、嫌な感じ、みんなお楽しみ。まあまああと3回、はい、まあこんな感じで、はい、やっていきましょう。はい、本当に大切にやっていきましょう、ね、そう、よろしくお願いいたします。はい、皆さん今日も2時間お付き合いいただきありがとうございました。はい、皆さん卒業おめでとうございます。おめでとうございます。また来週お会いしましょう。はい、せーの、バイバーイ、バイバーイ。ボツ投稿職人構成プログラム、本日の赤ペン先生、ラジオネームなめこの時は赤味噌。掛川市では川沿いに河津桜が植えてあるところがあり、だんだん咲き始めています。いい、ね、娘たちとの散歩であとちょっとで満開だねと話しながら見るのが最近の楽しみになっています。いい、ね、この番組が終わる頃にはソメイヨシノが咲いているでしょうか。寂しいですが桜が咲くのを娘たちと見るのは楽しみです。おー、エモい。ちょっとずつあれだね、キモメンも、はい。ね、そうですね。ぬんぬんしてきたね、なんか。メールの感じが。すごいな、ぬんぬん。それぬんぬんしてるね。めちゃくちゃぬんぬんしてる。なるほど。エモい感じね。ぬんぬんだ。こういうメール待ってますか？歴史ある新しい会社、創業100年の電気堂です。大正7年以来、静岡の電気を支えています。電気堂の木は器の木。私たちはいつの時代も暮らしを豊かにするのは電気と考えています。電気は社会の器、電気堂です。クリーピーナッツのR指定です。 DJ 松永です。ヒップホッパーって不良で喧嘩っ早くてすぐにメンチ切る、すごく怖いイメージがありますよね。はっきり言いましょう、その通り。ただ僕たちみたいな物腰の柔らかい真摯なジェントルヒップホッパーもいます。おいでよ。クリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロは毎週火曜深夜3時から。ヨーヨーヨー、おじゅねです。角田おみほです。毎週土曜午後1時からは満開ラジオジュネランマン、聞いてね。 AM も FM も SBS ラジオです。9時です。